誰でも一度は召し上がったことがあるかと思いますこちらのプリン大ヒットとなった機密がこちらですいい、ね、裏返しとありましたこの小さな突起ですね今日はちょっと生放送で音声さんすいませんよろしくお願いいたします <laughs> この瞬間をちょっとですね生放送で聞いていただきたいんです裏返しますと不思議ですよねこれでもプリンが出てこないんですがこの突起を 皆さん、ああ聞こえました？プッチンでしたね。プッチン、そしてプリンです。<laughs> えっとこのプッチンという音をですね、商品名に関してはこのプッチンプリン累計販売が51億個を突破しました。世界で最も売れているプリンに認定されました。その突起部分はわずか5ミリ程度。しかし。 日本人なら誰もが知るパーツだプッチンプリンプッチンプリンでしょそう時を折ると中身が出てくるプッチンプリンだ <No. S 3> ある方法ですぐ出るよ押すも 外国人もびっくりのこのプリンが大記録を打ち立てた累計販売が51億個を突破し最も売れているプリンとしてギネス世界記録に認定されたのだうそ本当にすごいおめでとうございます。 ギネス記録を生み出したグリコ乳業にやってきました失礼します受付は思ったよりも簡素な感じですねしかし世界記録を生み出しているわけですからこの簡素さも執実合憲と言えるかもしれませんで、あ、ありましたギネス記録のプッチンプリンたくさんありますねではお祝いに一緒にプッチンしていただいてよろしいでしょうかはい、では行きますおめでとうございますせーの プッチンおぉー51億って数が、まあ、ピンとも来ないんですけどとにかく、とてつもない数だなっていう印象だけは持ってますね当時、プリンの主流はケーキ店などのお皿に乗ったものこれを家庭で再現しようとしても、なかなか出てこないそんな中、登場したプッチン方式 突起を折ると空気が入りプリンが落ちるお皿に出してこうか,かってるところが好きでしたね音をした時にプルプルってするじゃないですかあの感じがすごい嬉しかったですねうわぁ、出ました <laughs> どうですかこの感覚ややっぱ嬉しいですね <laughs> 楽しいっていうか。それでも発売当時は不安がつきまとった発売当時はもう全く売れなかったと聞いてます。プッチンのその機能をですね見つけてこれを形にするのがですね当時はやっぱり画期的だったんで。当時の価格は50円、高級店の数分の1に抑えた。 投資としては画期的だったんですかね。そうですね。珍しかったし、あの買いやすい値段だったし、高級なものってイメージがちょっと身近になりましたよね。もう一つの人気の秘訣はあの味。美味しいですよね。40年前というと珍しくてこんな美味しいものがあるのなんて心がびっくりしてたくらいだったんです。 プッチンプリンは2002年から3年連続でモンドセレクション金賞に輝いています以前から世界品質として認められていたんですね51億個出荷の大記録を支えたのが高速製造ライン1日の製造量はおよそ25万個新たな商品開発も抜かりない定番のものプッチンプリン2さらには珍しいいちご入りに手作りができるもの さらにはですね私の顔と同じぐらいの大きさのものが作れるバケツサイズまであるんですこの喜びを従業員の皆さんとも分かち合いたいと思います皆さん本当におめでとうございますありがとう、うん、日本の製造業をめぐる嬉しい知らせギネス認定を受けグリコ乳業は21日世界記録認定パッケージを発売 あのスギちゃんが参加するイベントを開催する